頑張るぞ。ボッコボコにしてやっつけたいと思ってます。お前ら髪もなければ実力面だからよ、黙ってハゲとけ。ハゲリーダーとしては育成枠クラスだと思ってますんで、頑張らせてもらいます。家族3人分の髪を背負って戦います。しのりちゃん、パパ頑張るよ。どうしても頑張ってが欲しい。勝つしかないです。袖引っかかないように T シャツできましたんで頑張ります。麻雀ではね、面白おかしくやっていくんですが、今回だけは勝ちます。全員ぶっ飛ばします。大阪の河内地方からやってきた河内のバスケ男子、宇田雄二です。昔からバッファローズが大好きで、ずっとずっと応援しています。今日はこの頭をふさふさにしてもらうためにやってきました。30後半ぐらいから徐々に髪の毛が細くなり、今はもうこういう状況でどうにかこうにかごまかしているような感じです。うまく流してバーコード的な感じです。困ったことは特にないですけど、あれって思うのは頭を洗おうと思った時に髪の毛が少ねえなと思う時ですね。若い頃は割と硬くてふさふさあったのが、どんどん猫っ毛になり、今はもう本当に目も当てられない。やはり10歳は若返り、またモテモテの人生を送れるんじゃないかなと期待しております。ザンリーグ関西 C2 所属、宇田雄二です。今日はこの髪をふさふさにするために大阪からやってきました。初代ふさを目指して頑張るぞ。草をそこは実は葛藤してます。ハゲリーグ代表を、自負してますんで、職場とか雀荘とかでハゲハラ結構なっていて、メンタル的にへこんでいます。例えば、ちょっとこれ以上考えたらハゲてまうわみたいなことを言うと、いやハゲてるやんけっていうのが、同卓してる人たちじゃなくて他の卓からもみんなそう突っ込む。で、職場とかはまず挨拶すると自分の目よりも目線が上に行くんですね。明らかに頭を見ている。それはハラスメントですよね。機関に訴えようかっていうことまで考えてます。もちろん勝った暁にはふっさふさになってハゲハラに合わせた連中を思いっきり迎えしてやりたいなっていう思いは一番あるんじゃないかなと思っています。皆さんをボッコボコにしてやっつけたいと思ってます。よろしくお願いします。とっても不本意なんですね。全くハゲてないのに高田正宏ハゲリーグ開催しますっていう中に僕の名前があったんですよ。俺が本当にハゲリーグに出る資格があるのかっていう確認も込めて応募したんです。そしたらなぜか選ばれました。見てください、このふさふさな髪ね。どっからどう見てもハゲてない。仕事してた時の先輩からハゲてんなって言われたことはありましたけど、でもこれが原因で振られたこともないし、キャバクラ行っても別に俺ハゲって言われるんだよねって。いやそんなことないよ、チビで振られたことありますか。ハゲってない俺が優勝することでハゲを入れます。そのために来ました。おいハゲども、髪もなけりゃ実力もねえんだからよ、黙ってハゲとけ。名前はツバメと言いまして、サンニマージャンがここ 2,3 年ぐらいですね。今回そのハゲリーグということで、周りから頭皮のことについていじられることは非常に多かったので、出れるんじゃないかなというところで応募していたってことですね、はい、普段自分が見えない部分が結構薄いらしいので、そうするとなかなかやっぱり自覚できないけども、やっぱり言われるというのはちょっと悔しくはありますよね。 2,3 年ぐらい前に結婚しまして、はい、そう思います。ついに体を売り始めたなと、本人の苦渋の決断だったと思います。もうなんかアメリカでよくわかんない薬とか個人輸入をしていて、もうなんかそこまでやんないといけないんだなと思ってましたね。本人がねそれで前向きになるんであれば、それも一つの手かと思います、ね、パパ頑張ってって、ね、パパバイバイでもいいけど、自分一人の髪の毛じゃないと、家族3人分の髪を背負って戦います。しのりちゃん、パパ頑張るよ。はい、ジャンソー検索サイトジャンサクを運営している有限会社キラクテン代表の楠田と申します。よろしくお願いします。ハゲ版対、クラウドファンディング令和のドラマのやつですかね、それを見て面白そうだなと思ってたところに、高田代表とお話しする機会があって、薄毛予備軍でも大丈夫ということでエントリー受け付けていただけたので、ね、立派にハゲてらっしゃる先輩の方々にはちょっと申し訳ないんですけども、参加させていただくことに。まだ全然そのハゲリーガーではないなというふうには思っていて、まだまだ全然薄毛リーガーで、ここから産毛リーガーになり、それからハゲリーガーになるまでまだもうちょっと
と年数がかかるんじゃないかなと思ってるんですけど、ハゲリーガーとしてはまだ全然育成枠プラスだと思ってますんで、脂っこいの食べたり、エクサスしたりとかして、節制を重ねてですね、トップのハゲリーガーの方に近づけるように、まあ、努力はしたいと思いますが、今日は胸を借りつもりで、頑張らせてもらいます。平田隆と申します。ザン四国リーグの代表をしております。四国は松山、愛媛県から、はるばりやってまいりました。今回エントリーした理由は髪の毛が欲しいからです。で、ちょっと暑くなってきたんで、もう本当ツルツルで、僕夜のお店バーを経営してるんですけど、もう本当にずっとクロちゃんクロちゃん言われて、クロちゃん分もちょっと去ったかなと思ったら、今度はハリウッドザコシに似てるねって。もういい加減生やしたい。できればただで。世の中の男性みんなハゲればいいのにと思ってます。どうしても髪の毛が欲しいです。お麻雀負けてもなんとかなりませんか。とりあえず戦いますけど、愛媛から来た葛飾ないです。意気込みですか。すいません、何も出てこなかったです。ゴー、よろしくお願いします。金内です。麻雀歴はですね30年やってないです。あ、5年間くらいやってて30年間やってないですよ。ただこの前1回だけ練習させていただきました。いや、だからちょっとなんか1人だけ素人入って申し訳ないなと思って、ちょっと令和の虎に出た時より緊張してます。令和の虎のそのハゲ版の時は一般の人のハゲを募集するってやつだったんで、ただ来てみたら全部プロの人たちばっかりだから、ちょっとどうしようかなと思ってます。ハゲてないんで。その収録の中で出たいって言っちゃったんですよ。何でもやっぱ挑戦したいなって。どうしたらいいか分かんないんで、ちょっと誰かにプレゼントをしたいと。いや、ハゲの社長がいるんで福田社長にプレゼントしたいと思います。でも久しぶりに麻雀やるんで、ちゃんと麻雀の服装で袖引っかかないように T シャツ着ましたんで頑張ります。ジャッジエコードをします。麻雀歴は22、3年ぐらいですかね。これハゲリーグというのに参加するのがですね、実は僕の父がですねハゲのサラブリーでして、20代の頃からかなり広大してました。で30代の写真を見たんですけど、まあ、つむじから指で1歩、2歩、3歩、4歩進んで2歩下がったぐらい入りますね。その息子である自分のちょっと危機感を覚えまして、勝負しようと思いました。ハゲに困り出したのは、まあ、実はですね、仕事が結構、頭皮に厳しい仕事をしてきたので、ヘルメットをかぶって頭皮を詰めたり、夜、2時から3時の間仕事していたりと、年齢的にもね、そろそろサーブレッグの血が騒ぐ頃じゃないかと思いまして、だいぶ思います。普段ね、麻雀ではね面白おかしくやっていくんですが、今回だけはザンの A2 リーグ、あと企業リーグのドラゴンズというチームに所属しているわけです。麻雀は今10年ちょっとぐらいになります。もともとこの2、3年ぐらいでかなり頭きてるなっていう自覚はあったんですけど、会長の高田正宏から指名が入って、出る場合自分の頭皮の写真を数枚撮って送らなきゃいけないっていうのがなかなか辛いところがあって、会長の高田さんが脇さんの頭皮の状況は理解してるから写真送らなくても参加してって言ってくれたんで、それが参加理由です。結構複雑ですね。正直お前俺のことハゲてると思ってるのかって思ったんで、まあ一応大人の対応して、あ、写真撮らなくていいんだったら助かります、ありがとうございますって言っておきました。まあ一応ドラゴンズのチームも高学歴枠っていうことで撮ってもらって、頭がいいからハゲてるかもしれないですけど、まあ頭も良くて、スポーツもできて、これでもうハゲもなくなっちゃったら完璧になりすぎてどうしようっていう不安もあります。ハンディキャップがあってもいいかなって思ってます。全員ぶっ飛ばします。